皆さんこんこにちは、えー、今日はですねちょっとたまたまあの天皇陛下御在位30年の、まあ、記念式典があってたまたま私も招かれましてあのそれがちょうどですね2階席の真ん中だったんでとてもね光栄だったんですけどもそして2階席だもんですからやはり下に天皇陛下皇后陛下を見下 まあ見下ろすような感じになって大変あの失礼な感じもしたんですがしかし同時にですねこう右にあの安倍首相菅官房長官行政の人たち左にですねあのまあ立法府の衆議院参議院議長最高裁裁判官裁判長ねああのそしてまあ 日本にいる外交官の大使、ね、の,あの,のお、まあ、会の会長さんがいたりそしてその後、まあ地方の、まあ、知事がいたりあの一般の方が出てきたりそういうこの日本の体制っていうのをですね本当にあの目の、まあ、目前にです、ね、見ることができてやはりあの そういう体験が非常に貴重だなと思いあ思ってあの皆さんにですねぜひお伝えしたいと思ったんです。それは国体っていう言葉が日本でよく言われるんですね。でまあ私はまあ国家とか国体っていう言葉がなんか古めかしくてあの結局若い人もなんかねあのもう死に 死んだ言葉みたいなね思っているらしいけれども国っていうのがそういう人の姿であのを見ることができるとやはりこれが人間の体のようなあの動きをしているんだなということそして天皇陛下皇后陛下が一番前にですねあの中心におられるっていうことでやはりああのまあ、国の主あるいはまあ 家の主人というかですね、国家という,こう家の主人というそして周りにですねそれを支える人たちあるいは協力していく人たちそしてみんなの国民で国家ですから家の人たちですね我々も含めて学者も含めてですねこのみんな集まってそしてあの、まあ、在30年をですねお祝いするという非常にこうあの まあ、日本の国家はどういうふうに動いているのかあるいは国体というのがどういうものであるかよく分かるんですね。でやはりあのこういう、まあ、30年目とか節目で、まあ、今年ご存じようにご上位されてですね新しい皇太子が天皇になられるわけですけれどもこういうことがですね125代26代 ととと続いいてくるということを、まあ、非常に実感してですね私はやっぱり日本の歴史っていうのはやっぱりそのに国の国主ですねあの、まあ、今は統治者とあの、まあ、あ明治憲法なんかで言い始めましたけれども統治ではなくてやはりあの非常に、まあ、ある意味でのこう 主人というかです、ね、この家のお家父というかそういう役割なんだなあということが分かるんですねやはり右にですね安倍首相がおられて安倍首相の獅子奮陣の,ただあの活躍ぶりは皆さんご存知と思うんですがそういうこの実際的にこの権力を持った人が行いそして真ん中に権威がおられると。 いうことがです、ね、見事なこうある種の国というものの統治っていうものをあの実感させるわけです。でこういうお歴々が全部集まるっていうことはたまにしかないのでね10年に一度ぐらいしかないので、まあ、それにたまたまあのお招きを受け,あの受けてですね大変あの光栄だしまたそれと同時に私は歴史,歴史家としてですねそのことをもっとあの 皆非常にあのこれからの歴史家としてのこう私の話がよりこう連続性を持ってくるんだなというふうに思っているわけです。で私のまあ歴史はですねまあこの前も何度かお話しててるように日本の歴史が世界で一番古いんじゃないか というこ,とです、ね、でこれはですから何といってもあの国首つまり天皇が125代今度126代になるというその長さと同時にですねやはりそういう形をずっと持ってきた国の形をずっとあの、まあ、連続してきたというこの日本人自体のですね なんこのまあ非常に信頼し,しているこの社会というものをですね一貫させてそれを続けているということに対して自らですねまあ何と言っても尊敬せざるを得ないとまあ日本人が日本人を尊敬するっていうのもあれですけれども祖先たちのですねこのそして現代でも同じですね そういうこと,のことを維持するということのまあ気高さっていうかですね、まあ、他私はまあ西洋あの若い時からやってきただけにですね彼らの混乱ぶり歴史はがの短さもう西洋の歴史というのは私は最初、まあ、あの戦後ですね西洋研究を始めた頃は。 日本より長いのじゃないかと古代ローマもあるしと思ってたんですね、エジプト。である意味でそういう意味では尊敬してですね。ところ、こうやってみて例えばね、サンス研究なんかやってみて、たった5世紀の前ですね、5、6世紀前。これはもう日本ではあの室町桃山ですね、そういう時代ですからまだ。 非常に近いわけで私の,、まあ、あの第二の研究の主題が、まあ、天平時代ですからこれはもう13世紀以上前のことですね西洋はまだできてないんですよ西洋はやっとですね、まあ、シャルマニ王国帝国が出てきたということでそのまだまだあの今のヨーロッパの形ができてないんですね。 でですからあので言葉もできてないな大体あの今のフランス語もドイツ語もあの英語もですね大体9世紀10世紀にできてるんです。決してその古くからあるわけじゃないんですねでその前にラテン語があったわけですけれども、まあ、ギリシャ語ヘブライ語ありましたけれどもローマラテン語はしし、まあ、もう誰も使わない。 今はもうほとんど誰も使わないというですね言葉になってしまって、まあこれは教会用語で少し残ってるぐらいでですね。ですからまあ本当にですねあの日本以外はヨーロッパでさえも非常に短いまだ十十世紀以上あまり経ってないということですね。アメリカに経っては二世紀も経ってないという。ですから。 これをこのこういうですねあの天皇の陛下のですねこ,のこういう式典に参加するそして自らあの真正面に天皇を拝見できる拝観できるということは本当にあの光栄という個人的な光栄というよりもはるかにこの歴史の長さをですねこう実感できる、まあ、そのことが なんと歴史家として喜ばしいことだろうとまあ私は自らあのまあ無論私なんかはあの西洋でも王の儀式にも、まあ、出たことはありますけれどもまあもちろん自分たちの国ではないし私自身キリスト教徒ではないので、えー、そんなにまあ感動はしなかったんですがやはり日本に帰ってくるとですねやはりそこにこう日本の 長い歴史をこう感じさせそしてそこにそのシンボルであるというかですねそのまあ連続したこの子孫がこうしてですね厳然としているっていうことはまあ本当にあの、まあのま喜びを感じてこういう 連続性を感じてですね喜びを感じざるを得ないということこれはもう本当にあの私もあの生きていてよかったなというふうに思うわけです。でこれからもですね結局その天皇の歴史を我々は見ているようなところがら日本人はですねそして天皇は決して支配者とか 我々と別の人存在ではなくて大きな例えば村の中の長老一番長い家系を持つそこの,あの家族たちでその後私はまあ,あのお茶会に,、ま、にも招かれたんですが、まあ、その時はたくさんの方がいらっしゃるので前に出る気あのもう恐れ多くて前に出られなくてですね あの天皇とお話しすることもなかったんですがしかしやはりですねなんとなくこう、ま、長い村のですね長老のところに行ってそして村のこう一番その長い家系のところに行ってお家族に会うというですねそういう感じですねでやはりその大きな家族の一員であるという。 まあ、そういういここととを感じることができるわけですですからそういうこの八狼のうちに来てそしてそのまあ国の主の家族をまあ接することができるということでとてもですねこの、まあ、1億3,000万近くいるという人々が やこの同じ言葉をしゃべり同じですねあのまあ伝統と文化の中にいるということで本当にあの、まあ、そういう連続性を感じるっていうことはこれはもう他の国にいたら絶対にあの考えることができないわけですね。で私はは今日はです、ね、あの神話の話話ののと歴史の話を あのまたあーししたしいと思ってんですね。で、まさにですね今の天皇がおられることスメラミことがずっと昔さらに昔というですねそういうですね長い連続したこう家計のこう由来というものが一体どこまで遡れるかということですね。でそれを 分かるるためにはやっぱり神話を読まざるを得ないで私はもう神話をですねずっと読んでできる限り読んでくると。でそしてですね特に日本ではあの有名な「まあ、古事記」と「日本書記」があるわけですね。ですからさらに深いあの天皇家の歴史がどうだっていうことはやはり無論これまでのようにあの縄文や縄文時代の土器とか 土偶とかをまあ皆さんと共に見てきたわけですが、まあ、それとそれからまた埴輪を見たりですね、そういう形を見る。つまりそれその時代の言葉がつまり文字が書かれてないわけですね。ですからあのやはりそういう文字表現によるこの記録がないために、やはりそういう形の 歴史を見ればこれの非常によく日本人の独創性とか日本人の、まあ、独自性がですねこう分かってくるわけですが、まあ、改めて今度はですね7世紀8世紀にできたこの神話のものを読み返すことによってそうした形がどういうふうに その文字のあるいは言葉の記憶がの中にあの繰り込むことができるかとそれとつなげることができるかとそういうことを考えてみたいと思うんですね。でこのご存じのようにこの2つの歴史はですねあのまあこれもよくご存じと思うんですけれども一つは712年のです、ね、この古事記であって和道5年。 というところであの時に作られたもんですね。から一方は養老四年の七百二十年に作られた。ですから来年はやっぱりそれの年で、まあこれについてもあのまたお話したいと思うんですが。で一つはですね、あのこの古事記はまあこのようにあの平田のあれという人がまあし,しゃ喋った語あの語ったことを 王の安丸が執筆したと言われているわけですねそれから一方はあの隣親王ほかたくさんのですね皇族たちがやはりそれ以前の定期や旧事やまあこの古事記も見ただろうと思うんですね不読やまあいろんなこうくだらあのまあ記録やですねさまざまな個人のこう指揮をあの 手にして、えー、それをまとめてあげたと。いうことで、そしてこっちは、まあ、明らかに。あのー。まあ。国の記録として見る。で、この古事記の方はですね、たった十年もない。間の、に、性格が全く違ってですね。これはもう、あの、推古天皇。三十三代目の推古天皇までしか書いてない。 こ,っちこちらの方は地頭天のですね非常にあの41体まで変えているですから非常にこうんですねで私はあの地形にこの日本が日高巳国があったと大和国の前に日高巳国があったということをまあ私の一、まあ、つの,あの、まあ、発見というかですねこう 考察してきたんですがこれについてもですねこのやはりどちらかというとやっぱりこの「日本初期の方があのこの「日高見国」について書いてるんですね。ですからこちらはですね「あの古事記」の方はもう明らかにあの「高間ヶ原」という。 ことで一貫してるんですねですから私はあのこの本でですねあの高賀原がこのはまあ関東にあったとでこれがあの日高見国であったということを書いているわけですが、まあ、このこともですねとても「日本書紀」の方では「高賀原」っていう言葉はあんまり使わないんですね。 どうもこの「日高巳国」を時々日高巳国がこの「日本書紀」の方に出てくるんでやはりあのこれを知ってあるいはその記憶をですね手繰,りな手繰りながら書いてるというふうに思われるところがあるんですねこの日「日本書紀」の方は。ですからこのことがですねやはりあの私にとっては非常にこうあのこの2つの本を読むときに ああなるほど「日本書紀」はあまりこう「高間原」という夢のような話 <laughs> まあちょっとその天の、まあ、高いところにですねこう腹があってというかまあ富士山の,あの上のようなてっぺんのようなですねそういうところの神々の話っていうかまあ本当にあの夢のような話なんですけどそういうものは 枝のあ,れがです、ね、あのもうしっかりとこう想定したんだなということが分かるわけです。ですからこの「古事記」の方が文学作品としてもあのそれからまあ読,み読んでみても楽しいというか面白いですね。だからこの2つがあるということは同時にですね「日本書紀」も決して高円原という部分ではなくて「 そういうういい歴史が実際あったっていうことになんですねですからこの「日高巳国」っていう方が高間ヶ原のこの「古事記」の方の高間原が「日本書紀」の方の「日高巳国」というふうに読むことができると私は見てるわけです。で で共通なことはですね「あの高見結び」というですね「あの神」がいるということが両方に書いてある。で「高見結び」というのは、まあ、あの皆さんもご存知と思うんですけれども最初の「神」なんですね。でこのこう最初に現れた「神」が3人。 ですね、この天,天地改良を受けるの時にですね高間原があの場所がもともと最初に存在していてで「雨のみ中の主の神」というのとそれから「高見結びの神」というのとそれから「神結び結びの神」この三,三柱の神この面白いですよね「柱」神様のこと柱」という。 これもおそらく植物木の木を想定していると思うんですがそういうこの神木「神木神木をこう神と見る」ということをにもあのずっとあの対応しているわけで、まあ、今でもやっぱり神様を一柱二柱と呼んでいるわけです。しかしこの「日本書紀」の方はですね それほどこうその高牧原のようなその一つのこう特殊な空間というかそ,そういうところに神が現れたとは書いてないんですね。で「国とたちの御事」とか「あ国の,お国のお札の御神事」とか「豊胸の御事」 といったですね。あの三振が。出ているわけでこういうこのある種の？古事記におけるファンタジーがあんまりないんですね。ですから、日本の国史を書いた人たちはやはり同じ空間ですね。同じ空間の中でこう,いう神々がいた。つまり祖先たちが。あ みんな神になっているということを表していてその神々がやはりあの関東東北にいたということを考えることができると思うんですそれはあのいよおいよお言いますけれども。であのこの最初にですねあの三神が現れた後今度は月はですね 天津神というのが天の神で天津神ねこのこれが十二柱七代の神々がまあ神の世七代という神聖七代、ね、が出てくるわけです。でこれはもう国の床立ちの神とか豊,臣豊雲の神とかですね でこういう人たちがまあ一人でこれまで行った神々は全部一人で出てくるあのカップルで出てこないんですねこう一人で出てきてまあ男の神として出てくるわけですがこのその後ですねあの七七代の中の後,の後の後半の神々は全部あのカップルで出てくるつまり男女で出てくるわけですね。 でそれはあのあのまさにちょうど兄弟だいたい兄と妹そういうあの関係で出てくるわけですね。ですからイザナギとイザナミの原型のようなイザ,ナミイザナミもやはり、まあ、あの兄と妹なわけでそうしますとですねこの五代つまりこの。 神の,神,神の世のな七世という七代ですねが出てくるわけですけどこれのこう後半の特にこの五代はそのまさにイザナミ「いざなみいざなみ」と同じような兄弟婚をやってるとするとまあ敬埋婚っていですかねあのやってるとするとやはりここにですねあの、うん イザ,ナミイザナミと同じように最初がるこがまれてくるということが多かったに違いないんですね。でこれがあの私が言う,こう近親相関っていうものがまあ長い間行われていたということでやはりそれだけですねあのやはりまあこの前あの土偶でお見,あのお見せしたんですがあれはあの やはり禁止相関から生まれたあの子どもたちあるいは女性たちですね。でやはりそういう人たちが本当にあのこう惜しまれてあるいはかわいがられてですねそして同時にまた白名でですねそういうそういうこうこの まあ形にしして残したのがあそれがまあずっと続くとこけしというです、ね、ことにもなるんでこけしというまあ姿はじっと言うとあの、まあ、手がないんですね。でそういう,こう姿足もない。まあしかしそれはまあ今もうそういうことは忘れられてますけれどもやはりそういうことが 土偶だということを話したわけですでやはりそれでもあの神話ではヒルコ二代目もあのやはりそういうですねこの、まあ、流されてしまうんですけどやはりそれも神様であるわけでやっぱり土偶とこの禁止相関というものがやはりつながってくることがあの土偶を見る一つの目だろうと思うんですね。 でいずれにしてもですねそういうことから「まああのいざなぎいざなみ」イザナギイザナミがその後出てくるわけですけれども、えー、まあこのそこで初めて「国生み」というのが出てくるわけね。でいざなぎいざなみがこの最初はあの昼子が生まれるんですけど次がまあその後ですねこのまともにこの「 ままさに国が生まれてくるというでこれがですねあの非常に重要なことでまあ大屋島このこれがどういう島々が出てくるかっていうのはまあご存知と思うんですけどもそれでですねあのまあこれがあの最初はまあ淡路島。 から出てきたりこれはあのここに一覧表があるんですけどもあの淡路島が出てきたり四国が出てきたり沖ノ島そして九州そして壱岐対馬佐渡島そして最後に本州があられるのがこれがあのまさに「えー、古事記」の方なんですね。で「日本書紀」の方はまず本州が生まれる豊秋津 島というですねこれはもうちょっと面白いんですけれども「秋津島」っていうのは何かっていうことですがこれはですねあの神武天皇が言われた言葉でですねこの「秋津島」「秋津島」というのがこれはあの、まあ、秋津島とこう書いてあるわけですね。でこれが何を表すかっていうともうこれはあの「 君が代は豊橋原の秋津津に道へ降る潮の築地とぞを思うという源有長の歌にもあるようにですね古く秋津と言われたんですねでそれは何かというと神武天皇がですね天皇が国の形を を巡る巡らし望んでつまり高い山から望んでですねこの日本のこの山を見て秋津のトナメのごとくにあるかなと言ったんですって言うんですねこの秋津っていうのはどういうことかっていうと実はトンボのことなんですねで、トンボみたいだと日本の国を見てトンボみたいだっていうことがまあこれもちょっと面白いまあ今あんまりトンボが 都会近くにはいなくなりましたけれどもこれが日本を見てトンボみたいだというふうに言ったところが面白いですね。でそれでこう日本のことを全体を「秋津島」と呼ぶようになってしまったと。まあ島トンボのような島これはですけどもね一度言うとあの神武天皇が もう大和にお入りになって奈良に入ってから言われた言葉ですからやはり山こう大和三山なんかの山を山からの見てこのトンボが飛んでいるまあ大和地方を見てということなのかそれともあのもっと高い富士山かあるいは 航空写真のようにですね上から見て日本のこの富士山ああのまあ、島の格好があのトンボのようなのか、まあ、これもちょっとなかなかあの、まあ、この言い方がですねとても面白いと思うんですね。でだから日本のことを大山と大山と豊秋津島という私あの 祝詞の中での大山と日高三国が日本だとしきりに言って,言っているわけですが一方でですねこの日本最古の歴史書の「古事記」では大山と豊安津島ということをまあ日,本の日本の国のことを呼んでるんで、まあ、これもですからこの秋豊安来島と っていうのがまあ意外にですねあの日高国と同一化する名前なのかなということをあの見てるわけです。まあ、いずれにしてもですね考えてみるとちょっとですねあのこういうまあちょっと荒っぽい図なんですけれどもこの国国をみの島をたくさん作ったことをこう拾って。 見るとですね全部西側なんでですねでここにまあ皆さんが好きな好きなっていうか日本東京から出ていくと大島とかですねあのこの辺の島とかあのまあ,あこういうこの北方の島は書かないでやはりこの全部例えば壱、ま、岐、あ、とか松島も入ったりもちろん九州四国 それから淡路島ですねこの関西系の島を作ったっていうことをしきりに言うわけですねこれがあのまあそのまあ2人のですねこの神が作ったということでこれがやはり重要なですねあのまあ 日本の大,大和国になるわけですねしかし漢字のですねこちらの方のことは最後に触れるこの大山和豊安島あるいはこの「日本書紀」の方では豊豊城島秋津島というでこちらがですねちょうどどうも日高国のことを言ってこれが最後。 これはもうすでにこのところにもたくさんん結構島があるんですよねここなんかまあ松島っていうのがあってですねそれからここにもあの、まあ、さっき言った大島もあってですねやはりこちらにも結構たくさんの山があの島があるわけですがそれについて言わずそれから特に北海道ですね北海道がここの東北から いたら必ず見えるし縄文のこう遺跡も北海道にたくさんあるんですよね特にこの、ま、あ東北に面してですね。ですからこれこのあたかもですねあのこの北半分がもう すでにあるということになるわけです。これを見ていると。ですから、イザナギ波が。その、ヒルコや、なんか、産んだ後。日本の、島々を、あの、まあ。作っていくわけですけれども。作っていくものの、こっちは、もうすでにできていると思わないと。こちらの、島だけを、あの、どんどん作っていくことで、大社。を、まあ、あの。 日本を作ったということになるんでこれもちょっと一つの大きなねちょっと最近まあ考えてみて不思議だなと思ったんですね。ですから大谷島、まあ、つまりこの伊沢崎七海が一緒になって作ったこう島々がやはりあの関西系のものだけだ関西から九州。これはどういうことかっていうと。 伊シ神がこちらにいたということなんですね。こので豊昭島の方にいたあるいはまあこの日高見国の方にいたあるいは本州にいたということなんですですからまあこのことがですねあの面白いのはなんて言っても縄文時代が圧倒的にあ,あの 東,越東,北関東,東北に人々が多くもう圧倒的に90数パーセントはあの縄文の遺跡があってですねそして人々がそっちに住んでいたということなんでやはりあの高円原もそっちにあってそしてこの日高見国というものがあったと。 でそこがあのまさに日の本日本の元になった太陽が昇るとこだったということなんですね。でこれでまず第1回のですねあのどうもこの時に東国が西国を支配するというか作るというそういうことがまあ一つの,あの、まあ、国々のですねあの まあ姿として考えるわけです,ことができるんですねで,ですからすでにほ北海道でさえも作ったとは言わないでこちらだけを作ったということはやはりこちらがもう知られていることだろうそしてそういうことを考えると縄文道具あの遺跡が圧倒的にこっちに多いということ、まあ、九州のここにはありますけれどもね 九州の南端にはありますけれども圧倒的にやはり東北に多いということと対応しているだろうと。で日本にやってきたのは旧石器時代ご存じように旧石器時代からもう日本に来ているとそしてですねあの明らかに群馬にその最初の旧石器の時代の遺跡が発見されたということがあるわけですね。そうするとやはり関東東北に来ているんだと。 で、その頃はそ,そちらの方があったかい。暖かいかったしと同時に、やはり何と言っても太陽が昇るところに近いんですよね。で、人々はまあ、私は何度も言っているように、アフリカからなぜ人々が動かし、動き始めたかというと、太陽の昇る方向に太陽の昇るところに行ってみたい。そしてそこで。まあ、エデンの東というか、ね、猫のあるいはオリエントというように。 東に光が東方よりというような光が出るところにそこに何かがあるというそういう期待、それがやはり人間の旅行をする人間が動くですね、こう一つの大きなモチ,モチベーションになっていた動機動機になっていたと私は見てるわけです。 ですからあのやはり日本にですね人々が集まってきたっていうことは、まあ、今でこそそういうことはね言われなくなりましたけれども昔の人々はみんなそう,そうして日本にたどり着くことが大事だと思っていた。でそしてそこにたどり着いた後空にあの太平洋のですね大きなあのまあ太平 大会です、ね、近江があると、まあ、大会があるとなるとやはりそこにとどまらざるを得ないだからここが一番エデンであるということそここが一番の楽園になるはずだということで人々は定着したそしてそこに人々があの、まあ、東に集まってきたということだろうと思うんですね。でまあ、そこがでそっから今度は 戻っていいくというかですねでそれがやはりあのこういうこちらに島を作って、まあ、それは結局認知したということでねでそしてそこから、まあ、日本の国の歴史が始まるとあのいうことになるわけです。ですからあの私はまああのここに「天孫降臨とは何か」という、ね、本を書いてあるんですけども。 天孫降臨というのはあの新見事がですねこのまあ鹿島から鹿児島へという関東から鹿児島へ行くという過程が天孫降臨だと。で海からあの天というのと海とかですね対応してそれからこう海路であの降りた行ったということをまあ想定したわけで、まあ、非常にそれがあの 説得力があるということであの多くの方々が賛成してくれるんですけども今まではただ高いとこから降りるということだけで絵なんかを見てるとなんか雲の上からこうやってあのやってますけどそうじゃなくて関東の人たち東北のたくさんの人たちがか人口の少ない、えー、西国の人国を形成していったんだと。 あるいはまあ人口が少ないところに人々が移住していったんだという形が一つの日本の縄文のから弥生にかけての歴史だろうと思うんですねで。ですからそういうことが何度かあるなと思います。つまり西東から西へという移動がまずはいざなぎざミがそういう島々を認知していくということの中に。 次ははですねあのやはりあの国譲りというまあお国主の譲事の時にですねこの天照がやはり国を譲りなさいって言った時に大国主の時は出雲に寄られたんですね。で出雲に中心としたあの西の国がもう既に出来上がってきていた。でそれを国を譲りなさいと言ったわけです。 でそんなにこの巨大な国であれば国を譲れなんて言ったら戦争する以外ないんですけどもまあ何度かあの施設を拒んだ後で武御勝の神武富士の神があの武御中田の神をまあこのまあお,お,お相撲というとなんですけれども。 あらまあ,あ,あ争ってっていうかですねまあ争いもそういうこと戦争とは思われないわけで竹南方の神が竹富士の,あの関東から来た竹の富士の,の神とかですねこの鹿島神宮の神々にあのと。 カトリ神宮の神々にあの、ま、あ出雲大社の神がやはりこの従うという格好になるそれが国譲りです、ね、このこれが2番目のですね東国が西西国をこう抑えるっていうか従えようとするあ試みで3番目がですね にぎやいのみこと,という方がいてこれが大和神武天皇が大和に入られた時にすでにおられた神がいるわけですねこれが3番目なんですねこれもやはりあのちゃんと天孫降臨されたと書いてあるわけです同じ天孫降臨された神が大和におられるということであのじゃあ それで譲,るこ譲られたのがあまあまさに神武天皇なんですねいわれ彦であるわけで,すでこれがやっぱり4番目の天孫降臨になるなと私はそう考えてるわけですいずれにしてもですね東が大国であった東が強かったっていうそのことが大事なことなんですね。でこれはこれまであまり言われなかったことで。 全てやはり西国から始まっているんだ大和から始まっているんだということがまあ皆さんは歴史としてずっとお習らになったんで明治以降はですねですからこれもやはりあの日本があの大陸にの文化であると中国や朝鮮から来た文化 があがあの失敗したということをまあ、言いたいためにですねこちらの東国の歴史を全部消してしまったと、まあ、不思議なことがあったわけですねで今私はですね歴史の復元ことを考えそして天皇の歴史日本のこの国の歴史を考える上でこうしたですねあの非常に大きな これまでの欠落大きな、まあ、一つの忘却したことをですねもう一度思い出して再構成していくことが大事なことだそして東に来たっていうことは決してその嘘じゃないっていうことは結局必然性があるわけですねに日本日の丸日本の魅力はですねフランスではルルソレイルバン太陽が昇る国を日本,の日本だって言ってるんですね。 ヨーロッパの国がみんなそうなんです。ライジングさんってうと日本のことなんです。そのことがわかるように、日本は日が昇るところなんだと。それは東団だった。で、そこに人々が集まるのは当たり前なんですね。で、この前お話した、あの、ユダヤ人が、あの、埴輪にあるということも、まあ、またいずれゆっくり話しますけれども、あの、これは、あの、お。 ままさににの問題がずっと後に出てきますからねでそれでま,あまた述べることになるんですがやはり彼らが東国に現れて埴輪にまあ描かれた作られたということがやはりそれも彼らがやっぱり太陽を見に来た太陽の昇るところに近づいてきたそこまで来たということだね。 太陽信仰おそらく前に持っているんですねにに対する神一神一教の前にです、ね、まあそういうことでですねあのこの辺でやめときますけれどもまさにそういうことがこの日本の神話の中から読み取れるあのプロセスだろうと思います。じゃあここでまた一休みしましょう。